足だって言われてて、すごいでしょ。お疲れ様でした。はい、音叉療法っていうのは、はい、今やっていただきましたけど、はい、どんなことやったんですか。ですね、楽器も演奏した後にギターとかチューニングが狂うじゃないですか。人間もこう頑張りすぎたりすると調子が狂うので、人間自身のエネルギーを調節しました。なるほど。はいはい、どうでしたか、鎌田さんは。脱力感がすごくいい感じです。脱力感がいい感じ。いい感じです。なるほど。はい、はい、ありがとうございました。はい。